広坊15号墳は、京都府福知山市東ハワイ町にあった古墳。形状は、前方公園墳。広坊古墳群を構成した古墳の一つ。出土品は、国の重要文化財に指定されている。慶州4年目教の発見で知られるが、現在では、墳球は失われている。京都府中部、福知山盆地中央南側において、福知山市街地を広く望む。 丘陵最高地に築造された古墳である。一帯では本古墳を主墳とする古墳三十数期からなる古墳時代初頭く中期の広房古墳群の分布が知られたが、現在までにほとんどが消滅している。本古墳では調査時点で、すでに墳球が大きく削平を受けていたが、1986年に区画整理事業に先立って、福知山市教育委員会による 発掘調査が実施されている。噴景は前方五円形で前方部を正方に向けた。噴球に断築はない。また、噴球表面で吹き石、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は公園部中央における木管の自家層。長さ約10メートル、幅約4メートルの母校内において、長さ3.6メートル。 幅0.7メートルの組合式の箱型木管が検出されている。管内面には種が塗られていたほか、棺は主室、副室に2分され、主室からは同郷1枚が、副室からは下玉、鉄製品が検出された。特に同郷1枚には、軽所4年の名が確認され、全国に十数名ある、記念名郷の一つとして、貴重な例であるとともに、京書四年は、 秘術在の都市であるとして注目される。この広坊15号墳は古墳時代前期の4世紀後半頃の築造と推定される。浦川流域では最初期の前方公園墳に位置づけられるが、外表施設を書き簡素な埋蔵施設を使用するなど、定型化が進んでおらず、記念名教の湿度と合わせて当時の政治情勢を考察する上で重要視される古墳になる。 出土品は1990年に国の重要文化財に指定された。現地の広棒古墳記念公園では、墳球が4分の3の大きさで、埋葬施設が2.5分の1の大きさで再現されている。古墳の規模は次の通り。墳球は地山を削り出すことによって構築され、り土は認められていない。広棒15号墳からの出土品としては、 特に木管主室から出土した道鏡が知られる。この道鏡は万流鏡で直径16.8センチメートルを測り、表面には半時計回りにの35文字の名文が認められる。京書は義の年号で、京書4年は240年になるが、改元されて静止元年となっているはずの秘術在都市になる。同伴鏡としては、 出土地不明の立馬高校資料館所蔵況がある。なお、年を記した鏡は、全国で十数面が知られるが、本教を含めた多くが、機内中心部から離れた地域の証古墳で出土している。その他の出土品は次の通り。その他、木管川棚上施設では革製品の痕跡も認められている。 以上の内主な出土品は一括して国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。